日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう<例>授業で 先生が話しています。学生は授業を休んだとき、どのように宿題を確認しますかえーと、この授業を休むときは、必ず前の日までに連絡してください。メールでもいいですかはい、いいですよ。あ、それから、休んだときは、私の研究室の前の掲示を見て、宿題を確認してください。 友達に聞いたりしないで自分で確かめてちゃんとやってきてくださいねはいそれから今日休んだ人リンさんですねリンさんはこのこと知りませんから誰か伝えておいてくれますかあ私リンさんに伝えておきます同じ量ですからじゃあお願いします学生は授業を休んだ時 どのように宿題を確認しますか最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 1番 1> 会社で課長と男の人が話しています男の人はこの後何をしますかちょっといいはい課長今林さんから電話があってお子さんが熱を出して今日は会社を休むそうなのそれで悪いんだけど先週の会議の内容を代わりにまとめてもらえない明日の会議で使うから今日の昼までにお願いしたいんだけど 前もやったことあるよねあ、はいただ午前中にその作業が入ると今やってる調査結果の入力が今日中には終わらなくなってしまいますがあ、じゃあ今してもらってる方は他の人にお願いしましょうわかりました作業の詳細は林さんに電話で確認した方がいいですかあ、パソコンにある共有フォルダーに途中まで作業したのが入っていて見ればわかるそうだからはい、わかりました この前も他の人が休んだ時にプレゼンの資料を作ってもらったよね。申し訳ないけどよろしくね。はい。男の人はこの後何をしますか 2>, 2番駅の改札口で女の人と駅員が話しています「女の人は今ここでいくら払いますか?」「すみません切符をなくしてしまって山川駅から乗ったんですがよく探したんですけど見つからなくて」「もう一度乗車券を購入していただくことになります」「あの全額払わなければなりませんか?」 はい山川駅からですと1,000円ですねでも確かに切符を買ったんですが2,000円も払うことになっちゃうんですけど同じ切符を2回買っていただくことになってしまいますがそういう規則ですので申し訳ありませんそうですか今から切符を再発行したという証明書をお出ししますのでなくされた乗車券が出てきましたらどちらの駅でも結構ですので証明書とその乗車券をご提示ください そうしましまたら乗車料金から払い戻しの手数料分100円を差し引いた900円をご返金しますのでわかりました女の人は今ここでいくら払いますか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はこの後まず何をしますかあ中野さん中野さんって大学の最寄り駅の駐輪場を借りて大学まで自転車で来てるよね僕も駅前の駐輪場を借りたいんだけどどうやって申請するか教えてくれないうん でも申請の締め切りって毎月20日だから今日締め切りだよ。え、本当うん。駐輪場に貼り紙がしてあったの見たよ。そうなんだ。今日4時半まで授業あるのにどうしよう。申し込みは駐輪場の受付でするのうんうん、市役所。窓口は5時までだから申請書を用意してあらかじめ記入しておけばギリギリ間に合うんじゃないでも申請書は市役所に取りに行かないとダメなんだよね。 市役所のホームページからもダウンロードできるよ。午後の授業が始まるまでまだ時間あるから、印刷してすぐ提出できる状態にしておいたらうん、そうする。申請書の他に必要な書類ってある学生証のコピーがいるんだけど、それは市役所でコピーすればいいよ。わかった。男の学生は、この後、まず何をしますか 4番女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしますか木村さん夏休みに家族でキャンプに行きたいんですが初めてなんで道具とかどうしたらいいかわからなくて木村さんはよく行かれるんですよね何かアドバイスいただけませんかうーん最近はインターネットにいろんな情報が載ってるから まずはネットで調べてみたらそう思って調べてみたんですけど情報が多すぎてよくわからなかったんですそっか僕のを貸してあげてもいいんだけど一人用のだからなそうですかあアウトドア用品の専門店が企画してるキャンプの講座があるんだけどお店紹介しようか初めての人対象でキャンプのベテランがいろいろ教えてくれるよへえ。でもそれに出たら そのの店ででキャンプの道具を買わされたりしないですかまあ宣伝も兼ねてるんだろうけど無理やりなんてことはないよ。それならいいですね。じゃあそうします。女の人はこのあとまず何をしますか 5番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしなければなりませんかうちのお茶の葉の品質管理のことで調べてほしいことがあって、実は市場に出る前でよかったんだけど、一部の製品の質が通常より悪いことが分かってね。え、そうなんですかいつもと香りが違っていて。それで うちの部が中心となって可能性のあるところを調べて原因を特定することになったんだそうですかどこを渡りましょうか工場からでしょうか工場の方は気温や湿度などの管理の状況を調べてもらったところ特に問題はなかったんだよでは生産者側への確認ですかうちが契約している農家に問い合わせましょうかうん。それは生産地に近い死者の担当者が対応することになっているんだそれより 農家から工場までの輸送は外部に頼んでるだろどのように運んでいたか向こうの会社の担当者に確認してもらいたいんだよ。暑い時期だしね。わかりました。あうちの倉庫で製品を保存しているうちにってことも考えられますかそちらの状況も調べた方がいいでしょうかありがとう。そこは私がやるから。はい。ではすぐ取り掛かります。

その後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例 母親と高校生の女の子が話しています女の子はどうして学校へ行きたくないのですか どうしたの朝からため息ばっかり誰かと喧嘩でもしたのそれはもういいの仲直りしたからそれより見てよこの前髪まあまた思い切って短くしたわねこんなんじゃみんなに笑われちゃうよねえ今日学校休んじゃダメダメに決まってるでしょそんなこと言って 本当は今日の試験、受けたくないんでしょう。違うよ。ちゃんと勉強したんだから。そんなことより、ああ、鏡見るだけで頭痛くなりそう。女の子はどうして学校へ行きたくないのですか最も良いものは二番です。 解答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。1番。 男の学生と女の学生が話しています。男の学生のうちに警察官が来た目的は何ですか この前、突然うちに警察官が訪ねてきたんだよ。え近くで何か事件でもあったのうん、僕もそう思ったんだ。一人暮らしですか一緒に住んでる家族はいますかって聞かれて、何か疑われてるのかなって。うんうん。そしたらね、火事とか何か災害があった時に住民の無事を確認する必要があるから定期的にそういうのを聞いて回ってるんだって。ああ、そういう時、どこに誰が住んでるか分かってないとね。 うん、警察の人が来るなんてびっくりしたって正直に伝えたら他にも地域の担当警官が変わった時に挨拶に回ったりすることもあるってえ警察官が挨拶に来るの知らなかった男の学生のうちに警察官が来た目的は何ですか 2>, 2番研究会で学生と先生が話しています。先生はこの学生の研究発表について何が問題だったと言っていますか 先生、先ほどの私の発表何か問題があったでしょうか先生渋いお顔をされていたので私の表情まで見えてましたか初めてにしては大したもんだ落ち着いてた証拠だねいえそんなことはすごく緊張しましたまあ全体的には合格点と言えるんだけどね話の運び方がまずは全体像その後で調査の方法とか結果とか 詳細へと進めるといいよ聞いている人にとっては初めて聞く話なんだからああやって細かいところから伝えられるとねはいでもまあ発表の時の声の大きさも適当だったし受けた質問への対応も好感が持てたしなかなかのものだったよあはい次からはご指摘いただいた点気をつけます 先生はこの学生の研究発表について何が問題だったと言っていますか3番 男の人と女の人が話しています女の人はどうしてカフェの開店を延期することにしましたか 前田さん、ん来週カフェをオープンするんだよね。どう順調うーん従業員募集してるんだけど必要人数に達してなくて夕方から夜にかけて勤務できる人が必要なんだけどね先月までは店の工事が随分遅れてて心配したんだけどそっちはなんとか間に合ったのにそういうわけで結局オープン1ヶ月先になったんだえ本ほんと でもまあ焦って回転してサービスの評判を落とすより延期してでもちゃんと準備した方がいいよあメニューは決まった前にどんなメニュー出すか悩んでただろううん完成した食事のメニューも充実してるからオープンしたら食べに来てあ食器も凝ってるんだよ飲むカップによって美味しさが変わってくるなんてことも言われるでしょほとんどの食器海外から取り寄せたんだ海外から食器をすごいなあ オープン楽しみにしてるよ女の人はどうしてカフェの開店を延期することにしましたか 4番大学で休み時間に男の学生と女の学生が話しています。女の学生はどうしてぼんやりしていましたか 森さんさっきからずっとぼんやりして何か考え事あうんあのね昨日テレビで「ぼんやりすることにはすごい効果がある」って紹介してたんだ5分くらい目を閉じて何も考えないでぼんやりしてると頭の中の情報が整理されて記憶が定着しやすくなるっていう実験結果があってねへえぼんやりしてる時は脳が休んでるんじゃないのそう思うでしょところが脳は活発に働いてるんだって。 私、さっきの授業で山ほど知識詰め込んでごちゃごちゃになってるから早速ぼんやりを実践しようとしてたんだあじゃあ邪魔しちゃったねううん、うん、あそういえば疲れてる時なんかにこれやるとすっきりして体がリラックスするとも言ってたなへえ僕も今度やってみるよ。女の学生は どうしてぼんやりしていましたか五番テレビでアナウンサーと大学の教授が話しています 教授が大学の研究で心配しているのはどんなことですか今日は 物理学の青木教授に大学での研究が抱える問題についてお話を伺います私は大学で40年研究教育に取り組んでいますかねてから大学の研究はすぐに社会に役立つものが少ないと批判を受けることがあります <A> もちろん科学は最終的に人の役に立つものであるべきです昨今では産業界の協力を得て 応用技術の開発や実用化が比較的短い期間で可能になりましたが、本来大学の使命というのは基礎研究にあります基礎研究というのは木の根っこのようなものですねええ、そこをしっかりやってこそ様々な応用、科学の発展へとつながっていくんです根っこが枯れてしまっては取り返しがつきません社会や産業界からすぐに役立つ研究より早い実用化が求められるのもわかりますが 大学の本来の使命が見失われてしまうことに私は大変危機感を持っています。教授が大学の研究で心配しているのはどんなことですか 6番照明器具の店で店員が新しい商品について話していますこの商品にはどんな機能がありますか こちらの照明は防犯を意識したものです。タイマーをセットすれば、室内の電気のオン・オフが普段と同じ時間にできるので、旅行などで家を開けても外から留守だとわかりません。防犯用照明というと、これまでは、例えば人の動きに反応してつくものなど、屋外の照明に限られ、こういった室内用のものはありませんでした。最近の室内照明は明るさを細かく調節できたり、 外の明るさに応じて自動的に電気の明るさを変える機能があったりと省エネをアピールしたものが主流ですがこちらの商品は特定のニーズに応えたものといえますねこの商品にはどんな機能がありますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。レ <イ S 1> テレビでアナウンサーが通信販売に関する調査の結果を話しています。皆さん、通信販売を利用されたことがありますか買い物をするときは、店に行って自分の目で確かめてからしか買わないと言っていた人も、 最近、この方法を利用するようになってきたそうです。10代から80代までの人に調査をしたところ、忙しくて買いに行く時間がない。お茶を飲みながらゆっくりと買い物ができる。子供を育てながら働いているので、毎日の生活になくてはならない。など、多くの意見が出されました。 通信販売の何についての調査ですか 1, ?1 利用者数 2, 2買える品物の種類3利用方法4利用する理由最も良いものは4番です回答用紙の問題3の 例のところを見てください。最も良いものは。四番ですから。答えは。このように書きます。では。始めます。一番。ラジオで。男の人が話しています。ええー、和紙。 伝統的な日本の紙ですね。その和紙の専門店に最近行ったんですけど、そこにきれいな折り紙の作品が飾ってあったんですよ。折り紙は千年ほど前、和紙を使って贈り物を美しく包装するために、折り方を工夫することから始まったそうです。そして、和紙が安く生産されるようになると、一枚の和紙からさまざまな形を生み出す遊びとして子どもたちの間でも人気が出て、 折り方の本も出版されるようになりました近代になると幼稚園などの教育現場にも取り入れられ今も広く親しまれています男の人は何について話していますか一、<1 S 2> 和紙でものを美しく包む方法二。 折り紙の始まりと歴史。3。教育現場に折り紙が取り入れられた理由。4。和紙ができるまでの流れ。 2>, 2番会社の企画部の会議で女の人が話しています先月20歳代から50歳代の働く女性を対象にストレスと香りに関するアンケート調査を行ったんですが何らかのストレスを感じると答えた人の方が香りを重視してシャンプーを購入していました。えー、それから以前よりも 仕事を持つ女性のストレスが増えているということも分かりました。そこで新しい商品作りにはこの結果を取り入れリラックス効果の高い香りがするシャンプーという方向で進めていくのがいいと思います。ストレス解消を求める働く女性にアピールしていけば販売数の上昇につながるのではないでしょうか。女の人は 何について話していますか 1, ?1 調査結果に基づく商品開発の方向性 2, 2働く女性に対する調査の方法3シャンプーの販売実績4新商品の ストレス解消への効果三番子育て教室で男の人が話していますこの中には初めてお子さんを育てるという方もいらっしゃるでしょう 子供が成長する過程で絵本は欠かせないものです。赤ちゃんがまだ言葉がわからないうちはストーリーを理解できないから絵本は無理だと思う方も多いかもしれませんが、はじめは色や形や音のリズムが面白いものなら興味を持つはずです。赤ちゃんが成長するにつれて挨拶や生活のマナーなどが学べるものを取り入れていくといいですね。さらに理解力が高くなってきたら、 ワクワクドキドキするようなストーリーのあるものを親子で一緒に楽しんでみたらいかがでしょうか男の人は何について話していますか <S 1> 1 <S 子育てにおける絵本の役割 2, 2子供が絵本を好きな理由 成長に応じた絵本の選び方4絵本におけるストーリーの重要性4番。 ラジオで女の人が話しています健康のためには毎日の運動が必要だと分かっていてもなかなか続けられない方も多いと思いますでも毎日の過ごし方を少し変えるだけで軽いスポーツをするのと同等の効果が得られるそうなんですじっとしている時間を30分減らすその程度で十分ですこれならちょっと気分を変えて テレビをを見るる、代わりに近所を散歩する友人と喫茶店で話す代わりにウィンドウショッピングを楽しむなど日頃していることを少し見直すだけでできそうですよね女の人は何についいてて紹介していますか日常生活に運動を取り入れる工夫。 二、スポーツの楽しみ方。三、無駄な時間をなくす工夫。四、気分転換の仕方。 5番、小学校で先生が児童の親たちに話しています。もうすぐ夏休みです。海水浴や山登りなど、いろいろな計画を立てていらっしゃると思います。ただ、毎年休みの間に海や山など出かけた先で怪我をする子どもがいます。楽しい夏休みが台無しにならないよう、遊ぶ時のルールを子どもと一緒に決めるようにしてください。 例えば海であれば泳ぐ前に体操すること沖に流されないよう砂浜に近いところで遊ぶことなどを約束するといいでしょういずれにしても大切なことはご両親が子どもの行動を見守ることですどうぞよろしくお願いします先生は何について話していますか 夏休み中の学校行事の予定。2, 2夏休みを安全に過ごすための注意点。3怪我をした時の対処法。4海や山で守るべきマナー。 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 0今日ちょっと残って仕事してってもらえない ?1 今日ですかはい、わかりました。2, 2すみません、今日遅くなったんです。3残りはあとこれだけです。最も良いものは1番です。回答用紙の

えっと何時に来られますか 2> 2え伺ってもよろしいんですか今日はうちにはおりませんが 2>, 2番。 駅前のあの人気のレストラン、昨日行ってみたけど、味は期待したほどじゃなかったよ。1, 1ええー、期待してなかったのに 2, 2ああだから混んでるんだね。3えー、なんで人気があるんだろう。 3番部長社内アンケート山田さんを除いて全員から回答を得ました 1, 1山田さん回答早いな2山田さん答えてないの 3, 3山田さんが全員分集めたんだね 4番「佐藤さん日曜のバイト私と時間代わってもらうわけにいかない?」「1」「別に構いませんけど」「2」2> え「え変わってませんけど」「3>, 3」「僕お願いしてませんけど」 5番昨日初めて劇場で芝居見たんだけどまた行きたくてたまらないんだ1何がたまってないの 2, 2また行っちゃったの 3, 3そんなに感動したの 6番。課長、プリンター修理に出したんですが、もう買い替えるしかないって言われました。1。じゃあ、新しいの買わなきゃね。2>, 2。買い替える必要ないってこと ?3。3> それなら修理してもらおう。 7番「キムさんレポートチェックしたよここの数字さえ直せば問題ないよ」「1」「数字の他はどこですか?」「2」「すぐに訂正します」「3」「何も問題がなくて安心しました」 8番この会議室壁の色変えたせいか広く見えるんじゃない1わかりましたそうしてみます 2, 2ほんとあえて正解ですね 3, 3色のせいで広く見えないんですか 9番。このアパート、この間取りと設備でこの家賃、言うことなしだね。1。ほんと、家賃がちょっとね。2。2> こんないい条件他にないよね。3>, 3。それじゃあ諦めようか。 10番、今週は仕事のスケジュールがぎっしりで嫌になっちゃうよ。1>, 1、忙しそうだけど無理しないようにね。2、2> まだスケジュールが決まらないの ?3、今週は仕事が少ないんだね。 11番、僕、スキーするの、今日5年ぶりですよ。できるかな 1>, ?1、5年なら体が覚えてますよ。2、2> 今日から5年もできないんですか ?3、5年間も続けてるなんてすごいですね。 12番所長事務所の防災グッズ確認したら足りないものだらけですああ足りないものはなかったんだねあ、一つだけ足りなかったの 3> 3え、足りないものそんなにあった 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありません問題用紙にメモを取っても構いません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから 質問と選択肢を聞いて一から四の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番大学で男の学生と職員が話していますすみませんアルバイトを紹介してもらいたいんですが お客さんと接する仕事がいいんですが、どんなのがあるか教えていただけませんか時給はできたら900円以上で、週3日までで探してるんですけど。えーっと、条件に近いものが4つありますよ。まずこれですね。大学生門前のコンビニです。時給850円で週3日。早朝と深夜は時給が100円高くなるそうです。 それから、大学の前の大通り沿いのガソリンスタンドですね。時給1200円です。ただ、土日を含めて週4日以上勤務できる人が希望だそうです。どちらもお客さん相手なのはいいですね。あと、大学から駅に行く途中にあるレストランでも募集していますよ。時給1100円。 調理の補助を稀に頼まれることもあるそうですが、基本的には注文を取ったり、料理を出したりする仕事で、週2日来てほしいそうです。キッチンの仕事もたまにならいいかな。えー、それから、駅前のデパートでのアルバイト。売り場には出ないで商品を発送する仕事になりますが、勤務日数が自由に決められますし、時給1300円と高いのが魅力だと思いますよ。うーん。 直接お客さんとやりとりできる仕事でできるだけ時給が高いのがいいです。クラブ活動などもあって勤務日は増やせないからこれにします。男の学生はどのアルバイトを選びますか ?1 コンビニ 2, 2ガソリンスタンド 三レストラン四デパート二番環境問題を学ぶ学生三人が授業でのグループ発表について話しています。 今度の桜ガエルを守る地域の活動についてのグループ発表だけど、昨日の練習だと10分以内に収まりそうになかったよね。どうしよっか。前半でカエルが減っている現状について説明しておいて、後半で写真を見せながらカエルを守る活動の重要性について話す構成なのに、後半時間が足りなくなっちゃったよね。後半で見てる写真を少し減らそうか。 そうしたら活動の様子が伝わりにくいことはないそっか。前半の減っている現状については少し省けるところがあると思ったけど。例えば説明で似たような内容を繰り返しているからそこをカットするとか。なるほどね。他にはないかなそうだな。前半の発表は私の担当だけど、昨日は少しゆっくり喋りすぎたかな。少し早めに話そうか。 話し方で調整か。それか、活動の重要性について話す前に、地域の学校でどんな活動が行われてるでしょうってクイズを入れてるよね。あれをなくせば、後半の時間が確保できるんじゃないいや聞いている人に興味を持ってもらうために、あれはいい工夫だと思うよ。うん、私もそう思う。じゃあ、話すスピードは今より早くすると聞きにくくなっちゃうと思うから、やっぱり現状のところを整理しよう。 発表の時間を短くするためにどう変更することにしましたか 1, ?1 前半の説明を短くする 2, 2前半を早めに話す3クイズをやめる4後半の写真を減らす 3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます3番 3> 町の市民講座で 交通安全についての説明を聞いて、夫婦が話しています。今日は、町の交通安全について考えたいと思います。グループに分かれて問題になっている地域の現状を見に行き、その後対策を話し合いますので、一つ選んでください。まず、北中通りです。駅前の大通りで、歩道に自転車が多く止められていて、歩きにくいと苦情が寄せられています。 次は、運動公園沿いの大川通りです。週末、公園の利用者の車が駐車場に入りきらず、通りに駐車するため問題になっています。次の上田通りは、近くに小学校があり、児童が通学で利用しています。しかし、歩道が狭く、安全を心配する声が上がっています。最後の山下通りは商店街です。自転車の通行量が多く、 歩行者が安心して買い物できる対策が求められていますどこにするこの前公園の近くを歩いてたら確かに道路に駐車している車が多かったなうんでも親としては子供が毎日登校や下校に使う道路の安全の方が心配じゃないそうだね僕もそっちの方が心配だなじゃあ決まり一緒に行こうあでも僕自転車の問題も気になってるんだ 通勤で急いでいる時迷惑なんだよあ商店街でしょ私も自転車とぶつかりそうになったことあるよ僕が言ってるのはそこじゃないよ朝とか人通りが多い時に歩道に置いてあると邪魔なんだよね僕はそっちを見に行くよわかったじゃあ別々に見に行こう質問 1, 1> 女の人は どこを見に行きますか質問2男の人はどこを見に行きますか これで懲戒試験を終わります。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、 最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例授業で先生が話しています学生は授業を休んだ時どのように宿題を確認しますかえーっと この授業を休むときは必ず前の日までに連絡してください。メールでもいいですかはい、いいですよ。あ、それから休んだときは私の研究室の前の掲示を見て宿題を確認してください。友達に聞いたりしないで自分で確かめてちゃんとやってきてくださいね。はい。それから今日休んだ人、リンさんですね。リンさんはこのこと知りませんから 誰か伝えておいてくれますかあ私林さんに伝えておきます同じ量ですからじゃあお願いします学生は授業を休んだ時どのように宿題を確認しますか最もも良いのののは3番です回答用紙の問題1の 例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。1> 会社で課長と男の人が話しています。男の人は、 この後何をしますかちょっといいはい課長今林さんから電話があってお子さんが熱を出して今日は会社を休むそうなのそれで悪いんだけど先週の会議の内容を代わりにまとめてもらえない明日の会議で使うから今日の昼までにお願いしたいんだけど前もやったことあるよねあはい ただ午前中にその作業が入ると今やってる調査結果の入力が今日中には終わらなくなってしまいますがああ、じゃあ今してもらってる方は他の人にお願いしましょうわかりました作業の詳細は林さんに電話で確認した方がいいですかあパソコンにある共有フォルダーに途中まで作業したのが入っていて見ればわかるそうだからはいわかりましたこの前も他の人が休んだ時にプレゼンの資料を作ってもらったよね 申し訳ないけど、よろしくね。はい。男の人は、この後何をしますか 2>, 2番駅の改札口で女の人と駅員が話しています「女の人は今ここでいいくら払います,かすみません切符をなくしてしまって山川駅から乗ったんですがよく探したんですけど見つからなくて」「もう一度乗車券を購入していただくことになります」「あの全額払わなければなりませんか?」 はい山川駅からですと1,000円ですねでも確かに切符を買ったんですが2,000円も払うことになっちゃうんですけど同じ切符を2回買っていただくことになってしまいますがそういう規則ですので申し訳ありませんそうですか今から切符を再発行したという証明書をお出ししますのでなくされた乗車券が出てきましたらどちらの駅でも結構ですので証明書とその乗車券をご提示ください そうしましたら乗車料金から払い戻しの手数料分100円を差し引いた900円をご返金しますのでわかりました女の人は今ここでいくら払いますか 3番、大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後、まず何をしますかあ、中野さん。中野さんって大学の最寄り駅の駐輪場を借りて大学まで自転車で来てるよね。僕も駅前の駐輪場を借りたいんだけど、どうやって申請するか教えてくれないうん。 でも申請の締め切りって毎月20日だから今日締め切りだよ。え、本当うん。駐輪場に張り紙がしてあったの見たよ。そうなんだ。今日4時半まで授業あるのにどうしよう。申し込みは駐輪場の受付でするのうんうん。市役所。窓口は5時までだから申請書を用意してあらかじめ記入しておけばギリギリ間に合うんじゃないでも申請書は市役所に取りに行かないとダメなんだよね。 市役所のホーーームページからもダウンロードできるよ。午後の授業が始まるまでまだ時間あるから印刷してすぐ提出できる状態にしておいたらうんそうする申請書のほかに必要な書類ってある学生証のコピーがいるんだけどそれは市役所でコピーすればいいよわかった男の学生はこのあとまず何をしますか 4番女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしますか木村さん夏休みに家族でキャンプに行きたいんですが初めてなんで道具とかどうしたらいいかわからなくて木村さんはよく行かれるんですよね何かアドバイスいただけませんかうーん最近はインターネットにいろんな情報が載ってるから まずはネットで調べてみたらそう思って調べてみたんですけど情報が多すぎてよくわからなかったんですそっか僕のを貸してあげてもいいんだけど一人用のだからなそうですかあアウトドア用品の専門店が企画してるキャンプの講座があるんだけどお店紹介しようか初めての人対象でキャンプのベテランがいろいろ教えてくれるよへえ。でもそれに出たら そのの店ででキャンプの道具を買わされたりしないですかまあ宣伝も兼ねてるんだろうけど無理やりなんてことはないよ。それならいいですね。じゃあそうします。女の人はこのあとまず何をしますか 5番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしなければなりませんか？うちのお茶の葉の品質管理のことで調べてほしいことがあって、実は市場に出る前で良かったんだけど、一部の製品の質が通常より悪いことが分かってね。え、そうなんですか？いつもと香りが違っていて、それで。 うちの部が中心となって可能性のあるところを調べて原因を特定することになったんだそうですかどこを渡りましょうか工場からでしょうか工場の方は気温や湿度などの管理の状況を調べてもらったところ特に問題はなかったんだよでは生産者側への確認ですかうちが契約している農家に問い合わせましょうかうん。それは生産地に近い死者の担当者が対応することになっているんだそれより 農家から工場までの輸送は外部に頼んでるだろどのように運んでいたか向こうの会社の担当者に確認してもらいたいんだよ。暑い時期だしね。わかりました。あ、うちの倉庫で製品を保存しているうちにってことも考えられますかそちらの状況も調べた方がいいでしょうかありがとう。そこは私がやるから。はい。ではすぐ取り掛かります。 女の人は、これから何をしなければなりませんか。問題2問題2では、まず質問を聞いてください。 その後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例 母親と高校生の女の子が話しています。女の子はどうして学校へ行きたくないのですか どうしたの朝からため息ばっかり。誰かと喧嘩でもしたのそれはもういいの。仲直りしたから。それより、見てよ、この前髪。まあ、また、思い切って短くしたわね。こんなんじゃみんなに笑われちゃうよ。ねえ、今日、学校休んじゃダメダメに決まってるでしょそんなこと言って、 本当は今日の試験、受けたくないんでしょう。違うよ。ちゃんと勉強したんだから。そんなことより、ああ、鏡見るだけで頭痛くなりそう。女の子はどうして学校へ行きたくないのですか最も良いものは二番です。 回答用紙の問題2の例のところを見てください最も良いものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 男の学生と女の学生が話しています。男の学生のうちに警察官が来た目的は何ですか この前突然うちに警察官が訪ねてきたんだよえ近くで何か事件でもあったのうん僕もそう思ったんだ「一人暮らしですか一緒に住んでる家族はいますか?」って聞かれて何か疑われてるのかなってうんうんそしたらね火事とか何か災害があった時に住民の無事を確認する必要があるから定期的にそういうのを聞いて回ってるんだってああそういう時どこに誰が住んでるか分かってないとね うん、警察の人が来るなんてびっくりしたって正直に伝えたら他にも地域の担当警官が変わった時に挨拶に回ったりすることもあるってえ警察官が挨拶に来るの知らなかった男の学生のうちに警察官が来た目的は何ですか 2> 2番研究会で学生と先生が話しています。先生はこの学生の研究発表について何が問題だったと言っていますか 先生先ほどの私の発表何か問題があったでしょうか先生渋いお顔をされていたので私の表情まで見えてましたか初めてにしては大したもんだ落ち着いてた証拠だねいえそんなことはすごく緊張しましたまあ全体的には合格点と言えるんだけどね話の運び方がまずは全体像その後で調査の方法とか結果とか 詳細へとと進めるといいよ聞いている人にとっては初めて聞く話なんだからああやって細かいところから伝えられるとね。はいでもまあ発表の時の声の大きさも適当だったし受けた質問への対応も好感が持てたしなかなかのものだったよ。あはい次からはご指摘いただいた点気をつけます。 先生はこの学生の研究発表について何が問題だったと言っていますか3番 男の人と女の人が話しています。女の人はどうしてカフェの開店を延期することにしましたか 前田さん、来週カフェをオープンするんだよね。どう順調ん、うーん、従業員募集してるんだけど、必要人数に達してなくて。夕方から夜にかけて勤務できる人が必要なんだけどね。先月までは、店の工事が随分遅れてて心配したんだけど、そっちはなんとか間に合ったのに。そういういわけで結局、オープン、一ヶ月先になったんだ。え、本当 でもまあ焦って回転してサービスの評判を落とすより延期してでもちゃんと準備した方がいいよあメニューは決まった前にどんなメニュー出すか悩んでただろううん完成した食事のメニューも充実してるからオープンしたら食べに来てあ食器も凝ってるんだよ飲むカップによって美味しさが変わってくるなんてことも言われるでしょほとんどの食器海外から取り寄せたんだ海外から食器をすごいなあ オープン楽ししみにしてるよ。女の人はどうしてカフェの開店を延期することにしましたか 4番大学で休み時間に男の学生と女の学生が話しています。女の学生はどうしてぼんやりしていましたか 森さんさっきからずっとぼんやりして何か考え事あうんあのね昨日テレビで「ぼんやりすることにはすごい効果がある」って紹介してたんだ5分くらい目を閉じて何も考えないでぼんやりしてると頭の中の情報が整理されて憶が定着しやすくなるっていう実験結果があってねへえぼんやりしてる時は脳が休んでるんじゃないのそう思うでしょところが脳は活発に働いてるんだって。 私、さっきの授業で山ほど知識詰め込んでごちゃごちゃになってるから早速ぼんやりを実践しようとしてたんだあじゃあ邪魔しちゃったねううん、うん、あそういえば疲れてる時なんかにこれやるとすっきりして体がリラックスするとも言ってたなへえ僕も今度やってみるよ女の学生は どうしてぼんやりしていましたか五番テレビでアナウンサーと大学の教授が話しています 教授が大学の研究で心配しているのはどんなことですか今日は 物理学の青木教授に大学での研究が抱える問題についてお話を伺います私は大学で40年研究教育に取り組んでいますかねてから大学の研究はすぐに社会に役立つものが少ないと批判を受けることがあります、ええ、もちろん科学は最終的に人の役に立つものであるべきです昨今では産業界の協力を得て 応用技術の開発や実用化が比較的短い期間で可能になりましたが、本来大学の使命というのは基礎研究にあります基礎研究というのは木の根っこのようなものですねええ、そこをしっかりやってこそ様々な応用、科学の発展へとつながっていくんです根っこが枯れてしまっては取り返しがつきません社会や産業界からすぐに役立つ研究より早い実用化が求められるのもわかりますが 大学の本来の使命が見失われてしまうことに私は大変危機感を持っています。教授が大学の研究で心配しているのはどんなことですか 6番照明器具の店で店員が新しい商品について話していますこの商品にはどんな機能がありますか こちらの照明は防犯を意識したものです。タイマーをセットすれば、室内の電気のオン・オフが普段と同じ時間にできるので、旅行などで家を開けても外から留守だとわかりません。防犯用照明というと、これまでは、例えば人の動きに反応してつくものなど、屋外の照明に限られ、こういった室内用のものはありませんでした。最近の室内照明は明るさを細かく調節できたり、 外の明るさに応じて自動的に電気の明るさを変える機能があったりと省エネをアピールしたものが主流ですがこちらの商品は特定のニーズに応えたものといえますねこの商品にはどんな機能がありますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。レ<イ>テレビでアナウンサーが通信販売に関する調査の結果を話しています。皆さん、通信販売を利用されたことがありますか買い物をするときは、店に行って自分の目で確かめてからしか買わないと言っていた人も、 最近、この方法を利用するようになってきたそうです。10代から80代までの人に調査をしたところ、忙しくて買いに行く時間がない。お茶を飲みながらゆっくりと買い物ができる。子供を育てながら働いているので、毎日の生活になくてはならない。など、多くの意見が出されました。 通信販売の何についての調査ですか 1, ?1 利用者数 2, 2買える品物の種類3利用方法4利用する理由最も良いものは4番です回答用紙の問題3の 例のところを見てください。最も良いものは。四番ですから。答えは。このように書きます。では。始めます。一番。ラジオで男の人が話しています。ええー、和紙。 伝統的な日本の紙ですね。その和紙の専門店に最近行ったんですけどそこにきれいな折り紙の作品が飾ってあったんですよ。折り紙は1,000年ほど前和紙を使って贈り物を美しく包装するために折り方を工夫することから始まったそうです。そして和紙が安く生産されるようになると一枚の和紙からさまざまな形を生み出す遊びとして子どもたちの間でも人気が出て。 折り方の本も出版されるようになりました。近代になると、幼稚園などの教育現場にも取り入れられ、今も広く親しまれています。男の人は何について話していますか一、和紙で物を美しく包む方法二。 折り紙の始まりと歴史。3。教育現場に折り紙が取り入れられた理由。4。和紙ができるまでの流れ。 2>, 2番。会社の企画部の会議で女の人が話しています。先月、20歳代から50歳代の働く女性を対象に、ストレスと香りに関するアンケート調査を行ったんですが、何らかのストレスを感じると答えた人の方が、香りを重視してシャンプーを購入していました。えー、それから以前よりも、 仕事を持つ女性のストレスが増えているということも分かりました。そこで新しい商品作りにはこの結果を取り入れリラックス効果の高い香りがするシャンプーという方向で進めていくのがいいと思います。ストレス解消を求める働く女性にアピールしていけば販売数の上昇につながるのではないでしょうか。女の人は 何について話していますか 1, ?1 調査結果に基づく商品開発の方向性 2, 2働く女性に対する調査の方法3シャンプーの販売実績4新商品の ストレス解消への効果三番子育て教室で男の人が話していますこの中には初めてお子さんを育てるという方もいらっしゃるでしょう 子供が成長する過程で絵本は欠かせないものです。赤ちゃんがまだ言葉がわからないうちはストーリーを理解できないから絵本は無理だと思う方も多いかもしれませんが、はじめは色や形や音のリズムが面白いものなら興味を持つはずです。赤ちゃんが成長するにつれて挨拶や生活のマナーなどが学べるものを取り入れていくといいですね。さらに理解力が高くなってきたら、 ワクワク、ドキドキするようなストーリーのあるものを、親子で一緒に楽しんでみたらいかがでしょうか。男の人は何について話していますか。一 <1 S 2> 子育てにおける絵本の役割。二 <2 S 2> 子供が絵本を好きな理由。 成長に応じた絵本の選び方4絵本におけるストーリーの重要性4番。 ラジオで女の人が話しています健康のためには毎日の運動が必要だと分かっていてもなかなか続けられない方も多いと思いますでも毎日の過ごし方を少し変えるだけで軽いスポーツをするのと同等の効果が得られるそうなんですじっとしている時間を30分減らすその程度で十分ですこれならちょっと気分を変えて テレビをを見るる、代わりに近所を散歩する友人と喫茶店で話す代わりにウィンドウショッピングを楽しむなど日頃していることを少し見直すだけでできそうですよね女の人は何についいてて紹介していますか日常生活に運動を取り入れる工夫。 2、スポーツの楽しみ方。3、無駄な時間をなくす工夫。4、気分転換の仕方。 5番。小学校で先生が児童の親たちに話しています。もうすぐ夏休みです。海水浴や山登りなど、いろいろな計画を立てていらっしゃると思います。ただ、毎年休みの間に海や山など出かけた先で怪我をする子どもがいます。楽しい夏休みが台無しにならないよう、遊ぶ時のルールを子どもと一緒に決めるようにしてください。 例えば海であれば泳ぐ前に体操すること沖に流されないよう砂浜に近いところで遊ぶことなどを約束するといいでしょういずれにしても大切なことはご両親が子供の行動を見守ることです。す。どうぞよろししくお願いします先生は何について話していますか 夏休み中の学校行事の予定。2, 2夏休みを安全に過ごすための注意点。3怪我をした時の対処法。4海や山で守るべきマナー。 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 0今日ちょっと残って仕事してってもらえない ?1 今日ですかはい、わかりました。2, 2すみません、今日遅くなったんです。3残りはあとこれだけです。最も良いものは1番です。回答用紙の 問題四の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから答えはこのように書きます。では始めます。一番。トムさんよかったら今日の夕食うちにおいでになりませんか 1, 1. えっと、何時に来られますか 2. 2え、伺ってもよろしいんですか 3. 今日はうちにはおりませんが。2>, 2番 駅前のあの人気のレストラン、昨日行ってみたけど、味は期待したほどじゃなかったよ。1。1> ええー、期待してなかったのに 2>, ?2。ああ、だから混んでるんだね。3。ええー、なんで人気があるんだろう 3番部長社内アンケート山田さんを除いて全員から回答を得ました 1, 1山田さん回答早いな2山田さん答えてないの 3, 3山田さんが全員分集めたんだね 4番「佐藤さん日曜のバイト私と時間代わってもらうわけにいかない?」「1」「別に構いませんけど」「2」2> え「え変わってませんけど」「3>, 3」「僕お願いしてませんけど」 5番。昨日初めて劇場で芝居見たんだけど、また行きたくてたまらないんだ。1何がたまってないの 2, ?2 また行っちゃったの ?3, 3そんなに感動したの 6番課長、プリンター修理に出したんですが、もう買い替えるしかないって言われました。1。じゃあ、新しいの買わなきゃね。2>, 2。買い替える必要ないってこと ?3。3> それなら修理してもらおう。 7番、キムさん、レポートチェックしたよ。ここの数字さえ直せば問題ないよ。1、1> 数字の他はどこですか 2>, ?2、すぐに訂正します。3、何も問題がなくて安心しました。 8番この会議室、壁の色変えたせいか広く見えるんじゃない ?1 わかりました。そうしてみます。2, 2ほんと変えて正解ですね。3, 3色のせいで広く見えないんですか 9番このアパート、この間取りと設備でこの家賃、言うことなしだね。1、ほんと、家賃がちょっとね。2、2> こんないい条件他にないよね。3>, 3、それじゃあ諦めようか。 10番、今週は仕事のスケジュールがぎっしりで嫌になっちゃうよ。1、1> 忙しそうだけど無理しないようにね。2>, 2、まだスケジュールが決まらないの ?3、今週は仕事が少ないんだね。 11番僕スキーするの今日5年ぶりですよ。できるかな ?15 年なら体が覚えてますよ。2, 2今日から5年もできないんですか ?35 年間も続けてるなんてすごいですね。 12番所長事務所の防災グッズ確認したら足りないものだらけですああ足りないものはなかったんだねあ一つだけ足りなかったの 3> 3えっ足りないものそんなにあった 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて一から四の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番大学で男の学生と職員が話していますすみませんアルバイトを紹介してもらいたいんですが お客さんと接する仕事がいいんですが、どんなのがあるか教えていただけませんか時給はできたら900円以上で、週3日までで探してるんですけど。えーっと、条件に近いものが4つありますよ。まず、これですね。大学生門前のコンビニです。時給850円で週3日。早朝と深夜は時給が100円高くなるそうです。 それから、大学の前の大通り沿いのガソリンスタンドですね。時給1200円です。ただ、土日を含めて週4日以上勤務できる人が希望だそうです。どちらもお客さん相手なのはいいですね。あと、大学から駅に行く途中にあるレストランでも募集していますよ。時給1100円。調理の補助を稀に頼まれることもあるそうですが、 基本的には注文を取ったり、料理を出したりする仕事で、週2日来てほしいそうです。キッチンの仕事もたまにならいいかな。えー、それから、駅前のデパートでのアルバイト。売り場には出ないで商品を発送する仕事になりますが、勤務日数が自由に決められますし、時給1300円と高いのが魅力だと思いますよ。うーん。 直接お客さんとやり取りできる仕事でできるだけ時給が高いのがいいですクラブ活動などもあって勤務日は増やせないからこれにします男の学生はどのアルバイトを選びますか1コンビニ 2, 2ガソリンスタンド レストラン4デパート 2> 2<番>環境問題を学ぶ学生3人が授業でのグループ発表について話しています。 今度の桜ガエルを守る地域の活動についてのグループ発表だけど、昨日の練習だと10分以内に収まりそうになかったよね。どうしよっか。前半でカエルが減っている現状について説明しておいて、後半で写真を見せながらカエルを守る活動の重要性について話す構成なのに、後半時間が足りなくなっちゃったよね。後半で見てる写真を少し減らそうか。 そうしたら活動の様子が伝わりにくいことはないそっか。前半の減っている現状については少し省けるところがあると思ったけど。例えば説明で似たような内容を繰り返しているからそこをカットするとか。なるほどね。他にはないかなそうだな。前半の発表は私の担当だけど、昨日は少しゆっくり喋りすぎたかな。少し早めに話そうか。 話し方で調整か。それか、活動の重要性について話す前に、地域の学校でどんな活動が行われてるでしょうってクイズを入れてるよね。あれをなくせば、後半の時間が確保できるんじゃないいや聞いている人に興味を持ってもらうために、あれはいい工夫だと思うよ。うん、私もそう思う。じゃあ、話すスピードは今より早くすると聞きにくくなっちゃうと思うから、やっぱり現状のところを整理しよう。 発表の時間を短くするためにどう変更することにしましたか 1, ?1 前半の説明を短くする 2, 2前半を早めに話す3クイズをやめる4後半の写真を減らす 番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます3番 3> 町の市民講座で 交通安全についての説明を聞いて夫婦が話しています今日は街の交通安全について考えたいと思いますグループに分かれて問題になっている地域の現状を見に行きその後対策を話し合いますので一つ選んでくださいまず北中通りです駅前の大通りで歩道に自転車が多く止められていて歩きにくいと苦情が寄せられています 次は、運動公園沿いの大川通りです。週末、公園の利用者の車が駐車場に入りきらず、通りに駐車するため問題になっています。次の上田通りは、近くに小学校があり、児童が通学で利用しています。しかし、歩道が狭く、安全を心配する声が上がっています。最後の山下通りは商店街です。自転車の通行量が多く、 歩行者が安心して買い物できる対策が求められていますどこにするこの前公園の近くを歩いてたら確かに道路に駐車している車が多かったなうん、でも親としては子供が毎日登校や下校に使う道路の安全の方が心配じゃないそうだね、僕もそっちの方が心配だなじゃあ決まり、一緒に行こうあ、でも僕自転車の問題も気になってるんだ 通勤で急いでいる時迷惑なんだよあ商店街でしょ私も自転車とぶつかりそうになったことあるよ僕が言ってるのはそこじゃないよ朝とか人通りが多い時に歩道に置いてあると邪魔なんだよね僕はそっちを見に行くよ分かったじゃあ別々に見に行こう質問 1, 1> 女の人は どこを見に行きますか質問2男の人はどこを見に行きますか これで、懲戒試験を終わります。